左手にある一方通行の、標識と、あとカーブミラーがありますね。はい、ここが玉子のおじさんの豆腐屋さんです。ここに純と蛍が腰掛けてました。玉子ちゃんがアルバイトをしていたピザ屋さんがあったところですね。純とね、玉子ちゃんが、入ってきたラーメン屋ですね。ここの階段ですね。ここに玲子が住んでいたアパートがあったことになります。純くんが殴った電信柱です。これはなかなか大義だわ。なまら渋滞だしさ、次の撮影どこ行こっかなってね、正直今あんまりねワクワクしてないんだよね。はい、目の前に綺麗に春菜さんが見えてます。なんかね、こう山の上にこう今にも雨降りそうなね感じで雲が乗っかってますけど、なんか群馬はねいつも山の上真っ暗になってるね。今日は沼田方面から、時計回りでですね、はい、中禅寺湖の方に行ってみたいと思ってます。中禅寺湖のねちょっと手前にね、湯の湖っていう、ちっちゃな湖があってですね、そこが、なんと北の国からのロケ地だということでね、ちょっとそれをね検証しに行ってきます。すごい眺め、田んぼ。湯の湖に行く途中にね、吹割れの滝という、なんか眺めのいいところがあるらしいんで、ちょっと今そこに立ち寄ってみようと思います。滝の駅、滝の駅って初めて聞いたな。どうやって行くのこれ。滝はこの下、吹割れの滝入り口。おーすごい、滝になって水が落ちてる。これはなかなかすごい、こんなの初めて見た。吹割れの滝行ってきました。思ってたよりねすごい迫力、なんか滝がね、なんだろう、 3D で落ちてくっていうかね、なんか川の流れ見てるとね吸い込まれそうになります。岩の割れ目に沿ってね、こう何段にもなってこう複雑にね水が落ちていくっていうね、なかなか迫力のあるところでした。いいとこですね。このガスってる感じがドラマで使われた天候となんか似てる気がする。そっか、ロケ地って言ってたけど、何で使われたロケ地かは言ってなかったね。そういえば純と玉子ちゃんの不祥事問題の時に、純がね玉子ちゃんが妊娠しちゃったっていう話を聞いて、でうなされてこう夢を見るんですよ。でその夢の中でね、ボートに2人で乗って、でそこでね2人でこう言い争いみたいになって、でボートからジャボーンとね湖に落ちるみたいな、そんなシーンを撮影したのがこの湯の湖らしいんですよね。はい、こちらが湯の湖ですね。うん、いい感じで私の狙い通り、なんかねドラマの雰囲気と似たような薄暗い感じの時間帯につけばいいかなと思ってたんだけど、うん、いい感じで薄暗いですね。あー、こういうところですか。さあ、ロケ地になった場所はどの辺ですかね。ちなみにここの小西ホテルさんがジュン君とかゆうきなえちゃんが泊まったホテルらしいですよ。あー、この辺かな。はい、いい感じの薄暗さと雲行きになってます。いいね、うん、狙い通りの時間に来ました。多分ね場所ここだと思います。
これね、見えるかな。うん、ここにね、山がこうモコモコっとあってね、ここにこう稜線がある感じ。ここがあちこち見回った中では一番近いかなと思います。硫黄の匂いがする温泉ですね。はい、ここでジュン君とタマコちゃんはジャボンしたわけですね。湖面がすごい穏やかで、山が綺麗に映ってますね。うん、でここね、なんかこう歩けるようになってる感じです。なので場所はすぐわかると思います。ここぐるっと反対向くと、はい、ここ湯本温泉っていうのかな。うん、そっちだ。沼田まで行くね、道路の分かれ道、はい、ここでぐるっと回ると、はい、おそらくロケ地ということになってます。はい、温泉街の方にちょっと移動してくるとこんな感じで、広くね、はい、歩いて入れる湖のね、ところに入れる場所があります。で、ここから見た感じも、うん、ピントあったね。この感じもよく似てますね。はい、ここから撮影されたのかもしれませんね。ジュンとタマコちゃんが乗った同型のボートを探したんですけども、残念ながら見つかりませんでした。で、番号14番、はい、同じ番号のボートはあったんですけども、形は違いました。残念ですね。はい、いい感じで暗くなってきた。帰りましょう。はい、こちら夜の中禅寺湖でございます。何にも見えません。温泉街の明かりがポツポツと。こんな時間にバイクで中禅寺湖行かないよね。この後夜のいろは坂が待っております。いねえよな、走り屋くん、やめてよね。はい、真っ暗な中ね、下山してまいりました。やっぱり下降りてくると暖かいね。うん、上寒かったわ。久々の北の国からロケ地動画でしたけど、いかがでしたでしょうか。もうちょっとね、涼しくなったらね、東京のロケ地またね、行きますからね、楽しみにしててくださいね。はい、それでは皆さん、次の動画までバイバイ、またね、真っ暗系。